皆さんこんにちは。今日も一緒にイタリア語を勉強してまいりましょう。今日ご紹介するセンテンスはこちら、ヴェルディの仮面舞踏会から第1幕練習番号49番シバッテです。占い師ウルリカが占っているところへ何者かがドアを叩きます。すると占ってもらっていたスイフ・シルバーノ、そしてその場に居合わせた女の子たちがシバッテ、誰かが戸を叩いているという場面です。シとは一体何なのか、辞書を調べてみると長い文章でずら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 と出てくるので、なんか読むのが面倒くさくなって、なんかそのまんま意味もわからないまんまそのままになってしまうというケースも多いかと思いますが、大きく分かれて2つ使い方があります。再起動詞のシ、そして非認証のシ。今回はこの非認証のシの方です。非認証インペルソナーレのシ、身近な例としては、レオン・カバルロの道化師というオペラの中のシ・プオーですね。ポッサ・パリーレ、私ここ登場しても大丈夫ですかっていう使い方でももちろんいいんだと思うんですが、ここでは一般的にこれがふさわしいのかどうなのかっていうようなニュアンスで非認証のシを使ったシ・プオーが出てきます。よくこういう噂であるとか、みんながこういうふうに言ってるみたいな時に非認証を使いまして、CDGK 何々、つまり彼が言ってるわけでもなく彼女が言ってるわけでもなく不特定の誰かが言っているみたいな時にこの非認証の詞を使います。ドアを叩くのも、彼でもなく彼女でもなく何者かが叩いている、もちろんクアルクのブッサンラポルタとか、クアルクのバッテでも全然いいのかと思うんですけども、ここの場面ではこのシーバッテ非認証の詞を使っています。ちなみにこの箇所に書かれているト書きで言いますと、ソーテピッキアラポピッカラポルタっていうふうになってますね。小さな戸を叩く音が聞こえてくる。ト書きにも時々この非認証の詞っていうのが使われておりまして、ここではソーテになってますが、それを、その再起代名詞の詞を語尾にくっつけてオーデスシっていう言い方も、時々見かけますので覚えておくと便利かと思います。それでは発音の練習をしてまいりましょう。シバッテ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 、またお会いしましょう。アルベネルチアラプロスマ。